どうも、遠藤です。はい、オグニックモード。今日はね、コーンフレークスってどうかな？前言ってただだっ広いマップがここですね。めっちゃ広いんだよね。で、スナイパーマップ。ここで今日はプレイしていきます。はい、でね、武器をちょっと変えたんですよね。これファマスかな？ファマス G2 っていうね、やつに、ホロサイトつけてね。結構やっぱレートが早いんでね、近距離強そうな感じだよね。で、スキルがね、やっぱ安定のメテオと、移動のスキルにしてますね。まあでも、なんか、今回マップ広いんでそんなにね、メテオ使う機会は、ないかもしんないけどね。まあ、ファマスをね、ちょっと使いたいっていう動画なんでね、ファマスメインで、戦っていきます。で、ここね、真ん中の丘があって、あとリスポン地点、ほら、あそこいる、遠いんだけどね、あそこ溜まってんだよね、あそこからもずっと、スナイパーが狙ってるクソマップなんですよ、これ、要するに。ほら、あそこからね、あそこからもう敵がね、動かないんですよね。おぉ、行って、出て、あ、ちゃんとマップ見てなかった。こういう感じのマップでね、スナイパーがすごく多いんですよね。で、こっちの丘の上にもスナイプポイントがあって、そこに移動してみんな、他のね、敵対勢力をね、スナイプするっていうような感じになってますね。なんで私は近距離用のね、まあ、パマスだから近距離でもないんだけど、これで、もう突っ込んでってね、敵を倒していこうと思います。はい。強いね、でもね、この銃。使いやすいかな。M4 よりもしかしたら、おっと、後ろからやられてしまう。クリス、いいね。クリス持ってる人いいね。クリスかっこいいよね。ただ、レベルが足りなくて私は買えなかった。おっと、いるね。近くにいるか。お、味方がやってくれたか。ナイスですね。じゃあ、左側から詰めていきますか。めっちゃ狙撃してるでしょ。おっと。なんか、覗かない状態でも、ドットが見えてんだけど、そんなんだったっけ、ドットって。ちゃんと覗かないと、点見えないんじゃなかった。まあまあいいや。いないなぁ。いた！よーし！やった。この距離からでも倒せんのか。で、いるんだよなぁ、いっぱい。ここにいっぱいいるんだよな。溜まってんだよ、ずっと。出た。うわ、ダメか。めんどくせえ。そう、相手がね、リスポン地点からあんま動いてくんないんでね、移動がめんどくさいんですよね、このマップ。まあ、あと、このマップの攻め方としてはね、この、トウキビ畑、ここに潜むことができるんだよ。しゃがんでおけばね、見つかんないんですよ、こうやって。なかなか見つかんないんでね、通り抜けれるんですよね。でもこれをうまく利用して、相手のリスポン地点まで一気に近づいて、後ろからね、銃弾をぶち込んでやるっていう、そういうマップですね。今、いたな。そう、こっちからはね、微妙に見えるんだよね。後ろに味方。いるなぁ。光ってるなぁ。左上が光ってるが、多分当てれないんだ。まあ無理だよね。いい、いたよーし、やって。あいつやって。OK。いたおー、ダメか。カーバー入っちゃったよ。ちょっときついかなぁ。で、また移動されてね。結構だるいよね、このマップ。めっちゃだるいっすよ、このマップ。って考えるとね、最初にやった狭いマップもまあまあ、ありっちゃありなのかな、ね。まあ、狭すぎる感じはしたけど。で、ダッシュしてね、近づいてって、敵のリスポン地点を荒らしていく。やっぱね、パーマス、レート早いんでね、そういう裏取りには向いてるのかなっていう気はしてるんだけど、どうだろうか。さあ、着いた。ほら、一人やって、もう一人やって。
ハンドガンには切り替えない。いた。よし、やった。3人やった。出てくるね。そっから出てくるぞ。絶対出てくる。1人やって。マグチェンジして。もう1人。で、奥の。反対方向見てる。お前、ダメ。ダメダメダメ。まずいな。ちょっと。よし、1人やって。あ、無敵かなあれ。無敵だ。無敵です。やばいやばいやばい。やばい。ああ。さすがにちょっときつかったか。ちょっときつかったか。まあまあまあ、まあ今の感じでいいかな。あんな感じでね、リスポーン地点荒らせればね、勝てるんで。本当にね、こもってるよな。4人ぐらいいたしょ、こもってるな。ほんとだるいな。おっと、右当たって、一人やってく。もう一人いるが、ちょっときついな。当たらないんで、一旦落ち着いて、グレを投げつつ、距離を取って、索敵する。もう一人いるんだよな。パワーはいいよしなくて。僕、僕。いや、あれ、ダメだ。遠すぎる。いくらなんでも遠すぎる。あ、突起爆弾に一人。いいね。よーし、一人あった。奥に一人。奥に一人つか、もうリスポーン地点だな、あれは。いたいたいた。おー、よしよし、危ねー。なぜかヘッド当ててく。畑の中にね、敵がいると、ちょっとびっくりするんだよね。あ、逆パターンだ。で、今のところはちょっと勝ってんのか。このまま、ん?負けてるな。負けてますね。相手があんなに困ってんのに負けてんのかい、こっち。つか、あれかな、スナイパー戦してんのかな?なんか味方もね、あんま詰めてる様子がないんだよね。このマップ見てわかる通り。リスポン地点と真ん中で死んでるでしょ、ほとんど。あと左から詰めてくれてる人が何人かいるから助かってはいるけど。あ、いるな。ちょっとやばい、いすぎ。おっと、背中を打ってく。どうなってんだよ、めちゃくちゃなんだけど。あ、死んだ。別とか、あー、出ました。まあね、あんだけね、派手にやりゃバレるわな。どうしよう、じゃあ次は、どっから行こう、やっぱ右かな。右から行けますか。まあまあ、面白いっちゃ面白いけど、まあ、クソマップだよね、これ。いるな。右にもいるけど。いや、ほっとこう。うわ、バレてる。くそ、どうしよう。あかん、あかん、あかん、あかん。飛んで、なんとかかわして、で、ブリンクを使う。よし。しのいだぜ、なんとか。なんとか、うん?見えるんか。きついな。あ、左すぐ敵がいる。あいつをやんなきゃダメだ。いる、いる、いる。一人やって。間違った。間違ったー。あ、これ自殺?自分の何、隕石って自分当たるの?この前味方の食らったけど、全然なんか無反応だったから大丈夫だと思ったね。ひどすぎる。自分の隕石で死んだ。よし、一人やった。もう一人いるか。もしかして。いないかな?左からじゃあ、詰めていきますか。ここね、この辺から行くのは結構いいんだよね。意外と見えないんだよ、丘があって。いた!よし、一人やった。撃たれたけど、敵がどこにいるかまだ見えていない。よし、来たー!あー、マジ?ダメか。ちょっと減ってたからな。ちょっと待ってよ、味方もうちょっと頑張ってほしいな。全然キルを取れていない。チームで詰まってたから、キルを取ってほしいが。まあちょっと私がもうちょっと頑張りますか、じゃあ。50キルぐらいすればもしかしたら勝てるかもしれない。遠い!遠いな。遠いですね。きつい。いや、どうしよう。あ、右上上がってるね。上上がってるってことは詰めれば勝てるか。出上がって、いますね。大丈夫だ。よし、一人やった。もう一人いる?もういないか。ただ、こう、上がったとこでどうしようっていう感じなんだよね。早めに下がって、このね、木を利用して、
リスポーン地点に詰めていきたい。来てる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 。フリークしてる。やばい。よし、やった。よし。ここで隕石が生きていく。つか、いるよね。この辺に。よし、一人切る。ヘッドショットして、もう一人。ああ、やばいやばい。まあまあまあ。まあ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 。仕方ないな。ちょっと突っ込みすぎちゃった。お？何？詰められてるか？横、横来てないよな。いた、奥に。よし。いた。いや、ちょっと、遠いなぁ。タップ打ちして。おーし、ヘッド当たった。いいね。あー、でもちょっとずつ離されている。フォースタップ当てていく。いる、左。あー、ダメだ。あの、フォースタップだな。やべやべ、二人いる、二人いる。二人いるから、有利ポジションから、一人やって。もう一人。よーし、もう一人やっていく。ここいいね。この水飲み場、最高ですね。頭一個出てるから。危ね危ね。よし、一人やった。奥に、あいつをヘッドして。弾が、あかん。あはは、弾、やべえな。どうしよう。やばいやばい。ハンドガンしかないじゃん。ほら、あー、ダメか。まあ、結構前線した方かな、今のは。左行こうかな。左がちょっと薄いかな。ちょっと自分がやられちゃったんでね、左攻めて、来られると思うんで、阻止しに行きましょう。まあ、広いマップはね、いろいろ戦略が立てれて、まあ、それ、まあ、面白いっちゃ面白いんだけどね。ちょっと広、お、マジ？ちょっと広すぎて。動くのがだるいな。もうちょっと打ち合いたいっていう感じですね。丘取られちゃったかな？あそこ取られたら面倒なんでね、ちょっと取り返しに行きますか。畑の奥に一人いるはずだが、どうなってる？いやーでも、ね、反対が出るとね、まずいんだよね。いない？あー左か、左二人いるな。やば。どうしよう。こっち行くと。逃げるか。今見える、真ん中にいたな。やば。ちょっと、よし、一人やった。他にも一人いるんだよな。え、後ろ。いやー、さっきの追ってきたか、やっぱり。お？目の前にいるな。よし。そう、左がやばい。左相当入ってきてるな。誰も行ってないから、左行けますか。左から、あー、いた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 。フォースタップ。ちょっと離れすぎてるけど。よし、ヘッド当てた。やっぱね、この距離は高速タップですね。遠く。左も来てない？あ、いるね。いますね。当たんね。当たんねえな。うわぁ、フラッシュかこれ。へぇ、手で隠すんだ。いいね。手で隠すんだ。見えねえやもん、敵が。あ、いたいたいた。目の前だ。よし、やった。当てて。あー、もう一人。ダブルキル。こっちなんか敵がすぐ攻めてくんだよな。まだいるわ。全然出てくる。つかもうリスポン地点だからいくらでもいる。無限に出てくる。左。頭一個出して。あー、ダメか。遮蔽物使った方がよかったかな。4040対3760。300ぐらい離されてっか。これなんか埋めたいんだけどね。いかんせんマップが広いからね。あんま無双っていう感じにもならないんだよな。もうね、二人三人ぐらい倒したところでっていう。おっと、目の前にいる。あぶねえ。なんか技使ってきたかも、そして。で、味方のアイコンが一個も見えないけど、みんなリスポン地点。もしかして。いるいるいる。いるけど、ちょっと、
からねー。ダメだ。よし、ここでブリンク使って逃げて。どうすかな？ん？マジ、どこに？スナイプされただけ？おっと、バレた。いたいたいた。よーし、ジャンプしてるけど。落ち着いて狙ってくる。あそこにもいるね。まあ、ちょ、さすがに無理か。さすが、家にやったが早かったな。間違ったな。おう、おー、いて。ちょっときついな。5000だもんな。ちょっと後がなくなってきた。まあ、まず左の奥に赤点見えたんで、あいつをやるか。ちょっと距離を詰めて。つか、逃げてんのかな、あれ。逃げてるね。おっと？よし。あれ、完全にもう逃げちゃった？いないか。いないですね。おっと、見つかった。どこだよ。いた。リロード挟んで。おー、ボム。よし。よし。ここでもな、ここからどうしたらいいんだろうな。ここからね、攻めれないんだよな。やっぱリスポーン地点に攻めるんだったら、トウキビ畑利用して進んでいった方がいいかな。ちょっと右誰も見てないけど大丈夫。後ろも任せる。いた！よし、一人あった。もう一人。よーし、ダブルキル。もうリスポーン地点はね、他の人にやってくれたから。任して。あー、やばい。見えてる見えてる。絶対こっちの方が不利だ。逃げよう。やばい。すな。3人ぐらいこっち見たな。ちょっとさすがにまずいな。どうしたもんかな。一人、歩って近づいてきてんだよな。いた！うわぁ、ダメが。そう、クリス使ってるな。もう一回行こう。もう一回右行く。お、隕石出してますね。ベクターの人がいるか。ベクター使ってるってことはレベルも相当高いんだよな。いた。よーし、やった。クリスの人倒して。で、この小屋に着くまではいいんだけど、そこからが鬼門なんで、ほら、今3体も赤いつか。やっぱこれ死にしやすすぎない？赤点なんかいらないんだけどな。すぐバレるでしょ、敵の位置。どうしよう、ここからどうしようもないんだけど。もう降りて、なんとか。あー、負けちゃった。まあ、でもまあ、しょうがないかな。あ、でも結構いい試合だったんじゃないですか、これ。そんなになんかボコボコにやられたっていう感じではないですね。てな感じでね。まあ、ファーマス結構強いかな。使いやすいっすね。レートが速くていいっす。うわ。結構殺してる数な。すげえな。まあ、こんな感じですね。ライオンブサイトは。以上です。